オヌマンのシーバ塾、職業釣り師のオヌママサヤです。今回のシーバス塾は自分が絶対使わないから4選についての授業です。なぜこの使わない4カラーがあるかと言いますと、自分の絡んでるメーカーさんも出してる色なんですけど、シーバスルアーの中で絶対ないカラーではないです。必ず必須アイテムとしてどこのメーカーさんも出してるカラーなんですけど、僕の中ですよ、僕の中で使わないカラーはまずイワシカラーです。で次に、背中がチャートで、サイドがねホログラム、ホログラムパターン何でもいいんですけど、腹がピンクベリーの色も使わないです。であとケイムラカラーもいい思いしたことないので、もうちゃんと実験済みですからないので使ってません。であとグローカラーも使っていません。この4カラーに関しては僕のボックス家には1個もない。いつも僕メーカーさん僕が使わないの分かってるので、この辺のカラーは送ってくることはないです。なんで使わないかの理由を紹介したいと思います。イワシカラーとチャートピンクベリー系はですね、シーバスルアーの中でね、やっぱ初心者の方が買いやすいということで一番売れてる色です。世の中の海川で投げられてるカラーなので、シーバスが一番知ってる色です。それがイワシカラーとチャートシルバーピンクベリーなので、やっぱ擦れてる可能性が非常に高い。まあ当然擦れてない魚だったらもう問題なく擦れると思うんですけど、このご時世もうこんだけ SNS が発達した以上ね、擦れてないポイントないと僕は思ってですね、本当地方の誰もいないところだったらあるかもしれないですけど、政令指定都市と言われてるところではもう擦れてないところないと思うので、ボートシーバスですら色の差出るんですよ。そういう状況でも人気カラーというのは擦れている可能性が高いので、自分は使わないです。使うことがないです。僕の釣り友達で本当にすごい釣りうまい釣りますけど、その方はもう持ってないです。やっぱ釣りのうまい方はこの手のカラー持ってないです。ただね、ケイムラとグローカラーもね、シーバスがねかなり上がると思います。実際ね、これボートシーバスやってもおかっぱりでやっても横並びして一度も負けたことないですね。やっぱその辺が僕の中で使わないルアーになってます。ただこのケイムラとグローカラー素晴らしいのは、多魚種、青物であったりタチウオではもう抜群に効果ある。これはもう実験済み、もう間違いない。シーバスは嫌がります。まあどちらかというと、まあグローカラーはタチウオ、ケイムラは青物かなという感じです。イワシカラーに釣り負けたほど人生で一回もないですよね。こんだけ釣りしてて、チャートシルバーピンクベリー釣り負けたことはない。ただですよ、チャートバックパールのオレンジベリーはよく釣れます。それは認めます。そのカラーは僕もちゃんと持ってます。チャートパールオレンジベリー、これはもうねよく釣れるので僕も使います。これはもう王道です。これ狙って結構大型サイズが釣れるので初場所では投げる色ですね。ただチャートの例えばこういうホログラム系で腹がピンクってのはちょっと僕の中ではあんま投げることないかな。でも実際はね、イワシカラーとチャートピンクベリーっていうのは大人気のカラーなので、何度も言いますけど、まあ誰よりも釣りたいのであればちょっと違うカラーをいった方が僕の中ではいいかなと思います。もし買ってしまった方、そんな方はですね、僕前から紹介してますけど、まあ例えばこういうシルバー系に黄色いマッキーを塗ればゴールドにもなるし、ブラックだと結構擦れた場所、あと水が濁った時効果的なので、あえてルアーをねブラックに塗ってしまうとか、そういう感じにしてやれば捨てることもないので、そうやって対応してやっていただくのがいいかなと思います。ちなみに、僕の携わっているメーカーさんもね、全部あるカラーなんですが、僕が使わないの知ってるので、ここ何十年送ってくるメーカーさんはないです。もう皆さん覚えてください、初心者の方が好きなカラーというのはイワシとチャートシルバーピンクベリーなので、それは日本で一番売れてるカラーなので、魚も擦れてるってことを忘れないでください。であと小話になってしまうんですけど、今から20年前だと実はシーバスではサバカラーって絶対定番だったんですよ。自分もあんまりサバカラー DM したことないですし、サバカラーっていうのはやっぱあまりにも売れなすぎて今ないですね。それぐらいサバカラーっていうのは実績もなく、不人気すぎてこの世から消えちゃったカラーなのかなって僕は思っております。中には確かにこのカラーが好きな方もいらっしゃるかもしれませんけど、そういう方はちょっと本当に申し訳ないと思うんですけど、僕はちょっとそういう理由があって今は使うことがないカラーでした。概要欄におすすめアイテムを載せていますのでチェックしてください。そしてさらにルアーカラーについての学びたい方はシーバス大学へご入学ください。隠しておきたかったマル秘カラーチューニング方法を公開しています。概要欄かここをクリックしてください。いいね、コメントは今後の動画の参考にさせていただきます。チャンネル登録していただければ新作動画を毎週2本お届けします。